ございます。もうここ登りたくない。顔見てみて。えらい登れたじゃん。私の方がおぼつかない。なことはない。よいしょ。はい、ということで2020年の春休み3日、15歳で7個でした。もう10日かい、10日なんですね。の旅をしております。今朝は涼しい。昨日は暑かったけどね、今朝、まあ、夜からずっと雨降ってたんだな。いや、ですね、なんか待っとる。ちょっと遠出、遠出って言っても近所の一番近い公園に来ています。おはようございます。公園で、1歳半のトイプーさんでした。見送った後どっち行くの、あなたは。どっち行こうかな、こっち行かな。もうロンちゃん任せの、それで任せ。はい、今日は涼しいね。今日も元気でいってらっしゃい。じゃあね、またね、バイバイ。毒キノコ、毒があるかどうかわかんない。キノコでした。踏んどるがな。ポテトのこと踏んでない。出ない。のんちゃん、こっち見て。のんちゃん、のんちゃんです。ここまで歩いてきたよ。ここまで歩いてきたよ。おー、おやつないんですか。おやつです。ポテトと一緒におやつ食べる。今玄米パンを頑張って作ってるところなので、今度ポテトと一緒に食べようね。はい、ということでごちそうさまでした。ポテちゃんまた来るね。今日は涼しかったからここまで来れました。ここまで来れました。はい、じゃあね、またね、バイバイ。今日のロンちゃんご飯は、FTW 酵素玄米をね、乾燥させてこんな状態にしていて、ご飯がないときは急遽こんな感じで、野菜もないみたいな。で、そこにお水入れて溶きました。で、茹で置きしておいた鹿肉と、野菜がないと言いつつ、この緑のは何って、あれよ、大葉がなるじゃないですか。で、それをちょいちょい積んでおいて、ジップロックみたいなのに入れて冷凍保存しておくと、まあちょいちょいこうやって使えるかなと。で、今日は、関節サプリも入ってます。はい、こんな感じで今日のロンちゃんご飯です、ね、お留守番させたいので
置いて帰ります。置いていきます。はい。ということで、今日もありがとう。じゃあね、またね。チャンネル登録もよろしくね。じゃあね、またね。バイバイ。